佐賀競馬場六レース未来優勝2023久光スプリングス杯 JBC 協会協賛第1回 JRA 認定ネクストスター佐賀。2歳馬12頭による 1400m 戦です全日本的なダート競争の体系整備の一環として創設されたネクストスター競争2歳の短距離路線に位置づけられているレースです 全国8つの競馬場で行われます。佐賀のネクストスターは果たしてどの馬か。照明に明かりが灯ってコースが照らされています。1400メートル戦、両馬場。緩やかに風を正面から受けています。枠入りはあと1頭12番のカシノルーカス。 佐賀所属の2歳は12頭ネクストスターを目指して枠入り完了スタートしましたコーダッシュ3番ムーンオブザ様ー,ースタート内から1番ビーアライブも競りかけていきますそれから3番手7番トゥールディが前の2頭を見ながら外から12番のカシノ・ルーカスも上がっていった4番手積極作それから10番ウルトラの星が中断の位置 あとは4番のフークファンタジー、外からは8番のフライトブルー、その後に9番アマルフィー中段の後ろ、1コーナーのカーブに入ります。あとは2番のシーブで5番のグッドタイミングは後方になって1コーナーから2コーナーです。前は1番のビーアライブ、3番のムーンオブザサマーを制して1番ビーアライブが先頭です。3番のムーンオブザサマーは体半分差の2番手。 第2コーナーからバックストレッチに入りました。その後ろは2馬身離れて、7番のトゥールリーが3番手になります。4番手のインコース10番ウルトラの星。1馬身さ12番のカシノルーカス。5番手バックストレッチの中ほど通過。あとは縦長になって4番フークファンタジー。その後ろは6馬身相手5番のグッドタイミング。その後方から9番のアマルフィーが続いて3コーナーのカーブに入ります。外から追い上げていった2番のシーブレ。それから交代する8番のフライトブルー。あとの2頭は、インコースから6番のコンデンス。それから十一番ヌアノの女神。 4コーナーのカーブに入ります先頭変わった3番ムーンオブザサマーは先頭に変わった外からウルトラの星上がってくる7番のトゥールリー2番手3番手直線に向いた先頭は3番ムーンオブザサマー外から10番ウルトラの星間7番のトゥールリーは3番手3頭争いあとは離れました逃げる逃げる3番ムーンオブザサマーに外から10番ウルトラの星ウルトラの星が出た10番ウルトラの星ゴーリン2番手3番ムーンオブザサマー3番手7番トゥールリー10番ウルトラの星 1> 第1回、ネクストスター佐賀を制しました。北海道競馬石川山と騎手です。九州ジュニアチャンピオンでは4着。その悔しさを、ここ、ネクストスター佐賀で晴らしました。北高樽前3区、ウルトラの星勝っています。2番手は、今日は2番手からレースを進めた3番のムーンオブザサマー。 そして、九州ジュニアチャンピオンを制したトゥールリーが3着。10番のウルトラの星。第1回ネクストスター佐賀、ニ認ー証を制しました。北高樽前3区の2歳のおバばウルトラの星。北海道新日高町の生産馬、ウルトラの星が勝って、3番ムーンオブザサマーが2着、7番トゥールリーが3着。